バラッパサウルスは、インドのジュラキ初期の地層から発見された、流脚した目の恐竜である。大きな大腿骨の化石から、ベンガル語で、バラは、大きな、バは、足、ギリシア語で、サウルスは、トカゲという意味である。バラッポソリスタゴレイバラッパサウルスは、ジュラキ初期と、流脚した目では最初期の化石として、注目を集めている。より正確には、 1>, 1億8,960万年から1億7,650万年前の古予行期である。ブラキオサウルスのような後の流客た目は餌を得るための戦略としてニッチな発達をしたが、バラパサウルスは一種の全目的型の恐竜であった。例えば、カマラサウルスのような後の流客た目は軽量化の手段として空洞のある脊椎を発達させた。一方、 バラパサウルスの脊椎はほぼ中身が詰まっている。恐竜の歴史のかなり初期の段階にいたにもかかわらず、バラパサウルスは体長約18メートル、体重約48トンに達した。尻までの高さは約5.5メートルであった。他の多くの流脚した目と同様に、バラパサウルスは装飾であった。しかし、頭蓋骨がまだ復元されていないため、正確な食料は、 まだ分かっていない。数本の長い葉を持つことが知られているが、食べていたものを判断するには至っていない。バラーパサウルスは、以前考えられていた、ケティオサウルス科ではなく、ブルカノドン科に分類される。骨格による調査が不十分なうちは、分類は確定しない。ブルカノドン科の特徴である小さい仙骨により、現在の分類がなされたが、C 工場部の追求が高いなど、 脊椎の特徴はケティオサウルス化と共通している。この属で現在知られている種はビータガーシーのみである。バラパサウルスの骨の化石は1960年にインドで初めて発見された。しかし1975年になって初めてこの化石がタイプ標本として認められ、コルカタのジャイン、クティ、ロイ、チャウドリー、チャタージーらにより初めて公表された。 その後、五体の骨格がインド南部のゴダバリの渓谷で発見された。しかし、それらには頭蓋骨も足の骨も欠けており、関連する調査もほとんど行われていない。ありがとうございます。